ちょっと待って、ちょっと待って、全然勝てない。勝ったー、嬉しい。はい、皆さんこんにちは、今日のパワーチャンネルはですね、駄菓子屋ゲーム博物館というところにやってきました。ここはですね、私が実は来たかったところの一つでして、早速入っていきたいと思います。こんにちは。ゲームがしたいです。はい。わー、わーすごい。はい。ここにメダルがつきます。はい。でメダルはね、奥にメダルゲームコーナーなんで、そちらからもあって。はい。時間が10円なんで、その辺にね、用がいてあります。あ、わかりました。ちょっと見てよ、めちゃめちゃ可愛くない？あ、ちょっと見たことないゲームも可愛くない？これガンダムとかありますよ。出ました、こちら。懐かしい。知ってます？みんなじゃんけんマンフィーバー。地元のなんかスーパーみたいなところの2階にあって、めちゃくちゃやってたな。でこれがちょっと正直やりたくて来たな。早速やってみようかな。これやばい。じゃんけんして勝ったらこのルーレットみたいな感じでこの枚数のメダルがもらえるというシンプルなゲームです。じゃんけんポンポコ。あれ、惜しいな。じゃんけんポンポコ。え、めっちゃ負ける。嘘でしょ。じゃんけんポンポコ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、全然勝てない。じゃんけんポン。はい、こうぞ。みんな。よし。来た。やっぴー。やんまい来た。永遠とやってたんですよ、小学生の時。よし、来て来て来て。やっぴー。超シュールじゃない？永遠とやれるわ。はい、どうぞ。ポ。ペコーって。じゃどん、ポ。じゃん、じゃどん。はい、どうぞ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 。よし。どうしよう。やっぴー。じゃどんぽ。このゲーム知ってる人いるかな。じゃどんぽ。じゃどん。あいぞ。あいぞ。みな。やっぴー。みな。やっぴー。なかなかね、このね、ここに50枚出るんですよ、これ。16枚とか。なかなかでかい数字は来ないですね、ルーレットで。やどん、あいぞ、あいぞ、あいぞ、みんな。来い、50来い。やっぴー。来ないのよ。ゲームやってみようかな。すいません、あとおすすめのゲームありますか？なんかあとこっちの10円ゲームでいっぱい、やっぱり人気の新幹線のゲームとかですかね。うわ、なんだっけこれ、なんか見たことあるぞ。これはね、入れた10円がそのまま玉になるんですよ。ああ、なるほど。え、これメダルで両替する。10円玉です。10円玉がない。じゃあ両替というか、いいですか、両替。手で回す？昔の両替機なんで。すごいレトロ。
うわーすごっ。これが本当に昔はあったんですよね。これは昭和53年だっけ。電気使ってないからハンドル回す。なるほどね。いいですね、なんか。これって結構強めにいった方がいいんですか。はい、強めですね。弱いとここに落ちちゃうんで、まあ、この辺狙う感じなので、まあ、90%、80% でも大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。そしたら今度ここです。ここ一個突っ越した。そこはよく。でここはこことここにアウトなんで、ここも 90% ぐらいですね。ここなんで。いきますよ。ちょっと強めぐらいで。おうまい。いやー危ない。こっちか。そしたら今度ここなんで、ここはもうこことここがアウトなんで、ここ狙う感じでもう 100% 振り切りでも大丈夫ですよ。お通った。すごい。でここは最後難しいんですよ。最初1回目でここまで来るなんてすごいですね。ここはこことここが外れて、ここに行きたいんですよ。だから弱すぎてもダメ、強すぎてもダメなんで。どんぐらいですか、割合的に。まあ、そのレバーがね、レバーが水平になる感じですかね。レバーこうね。だからこういうこんぐらい。こんぐらいで行ってみますか。行きます。ちょっともうちょっと。あ、でもこんぐらいにしよう。あでもこれ面白い。なのでそれを踏まえて今のが若干強くて、もうちょっと弱くてよかった。そういうことですね。ちょっと面白いこれ。これは昭和の少年たちが夢中になって遊んだったんだね。これは強くていいんでしたっけ、ね、ボーンって8割ぐらいですね。あ、弱い。まだよくできてる、面白い、はい、これもうここにぐらいしかないですか、ここのお店に。そうですね、あとはこういうレトロ その例えばお台場だとかそういうレトロ のお店なんかにあったりしますね。今度1個下で強く、ちょっと弱くですね。そこはもうアウトがないんで弱くて大丈夫です。2割3割ぐらいで。ここが難しくなんで、まあ、さっきの9割ぐらいの。いやなるほどね。どうですか、遊んでみて。これやっちゃいますね。これ駄菓子屋さんとか行ったことないですか。いや私あんまなくて、地元にもなんか、これが本当これしかなかった。じゃんけんバーフィーバーしかなくて。そうですね、まあ、平成までとなかなか駄菓子屋さんとか街になかった。ここだな。ああれなんだ、もっと強いか。これなんで、どうしたらいいんですか。そこね、じゃあ攻略を教えましょうか。ああ、お願いします。これまず1枚ここまでずっと運ぶんですよ、うん、でここで一旦キープしておいて、うん、でもう1枚運ぶんですよ。ああ、ほんで2枚これダブル打ちするんですよ。そうすると1個が犠牲になって1個が通るっていう裏技があるんですよね。でやってみますか。でそこでキープしておいて、ここ でもう1枚だいぶ上手くなってきました ね慣れてきちゃった。でそこでフルパワーで、フルパワーでガツンといくと1個は犠牲になって1個は通る。あ、通った。ここで1個は残りましたね。そしたらとりあえずこっち先に進めて、これは弱くフルパワーですね。フルパワーだ。天井に当たっちゃった。そしたらそこ1枚残ってるからまたもう1枚運んでやるのどうですか。やりましょう。もうすぐ両替なくなっちゃいますね。これちょっと楽しい、家に欲しいな。そこまたダブルして、こういうパターンもあるんですか。これは弱く。そうですね、弱くで。でそこですね。またダブル。お、来た。ダブル。今行っちゃった。これもこのダブルで行っちゃいますか、フルで。フルね。そうですね。了解します。これ攻略しないと帰れません。私は。あ、そうなの。ハマってますね。ちょっと悔しいなあ。れ普段はそのテレビゲームだとかなんかやるんですか。全くしないです、私は。じゃあスマホとかで遊ぶこともない。むしろこういうなんかアナログな方が好きかもです。へえー。
2枚打ち。よし。で、1枚通って。フルパワー。そうですね。あー、もうなんて取った。あ、そしたら。あここなの、ここなの。あ、やばいやばい。やばい、もう帰れない。そうそうそう。ここだよ。結構こっちに行きがちだから、もうちょっと強くってことね。ハンドルが水平ぐらいで。でもいいぞ。集中して。集中して。集中して。カードって使いましたか。あー、ここが来たのか。あ、なんでだよ、もう嫌だ。ちょい戻しでやってみます。ちょっと強いと天井に当たっちゃってるかもしれない。あ、なるほどなるほど、まあ、ほんのちょっとね、戻したね。よっしゃー、よし、帰る、これで。はい、ということでじゃんけんマンフィーバーやりに来たはずなのに、こちら新幹線ゲーム2無事攻略しました。やばいやばい、本当にやばい、超嬉しい。じゃんけんマンなんて日にならないぐらい嬉しいぞ。これ家に欲しいな。最高です。息上がっちゃったな。ありました。